どうもおはようございます。天助の上野でございます。今日も、松茸の実物を通して皆さんにこのサイズ、規格等をですね、ご説明していきたいと思います。今日はスペシャルの LM というのが入ってます。商社によっていろんな規格の同じものでもですね、結構違いますので、いつも基本になるのはこの弊社が一番扱っている商社の基準でご説明していきたいと思います。それの方が他のメーカーの仕入れている方がまた見た時にですね、うちのこのスペシャルあるいは特選の LM とちょっと違うぞというのも分かっていただけるのではないかということを思います。スペシャルの LM17 本入りというのが今日は入ってます。じゃあちょっと手元に移してご説明していきたいと思います。このスペシャルの LM は寿司ネタで使う方がおりますね。もちろん M とかそれから HA なんかも寿司ネタで使えるんですけれども、大体お寿司のネタってこういう手のこの4本指ぐらい、これ1貫と言われますので、 LM ですとまっすぐで、それからこのお寿司の一貫にですね、こういう形でちょうど乗ります。でこう松茸が 大きくちょっとはみ出るような感じですね。で若干火を通すと松茸も縮みますので、この LM のスペシャル、まっすぐで頭と軸も太いですね。で1本ずつ包んであります。それからスライスした時にエンドカットが出にくいっていうのは前も申し上げましたけども、軸と頭が同じぐらいの太さなのでエンドカットが出にくいということで LM を使いますね。これは非常にいい、これは中国の雲南省のスペシャルの LM というやつです。ちょっと香りを嗅いでみますね。非常にいい香りがします。つぼみは外からあまり香らなくて、スライスした時に中にエキスが入ってますので、よく香ります。いつものように同じように軸をチェックして、 LM の17本というのは意外に大きい方なんですけれども、細かいと、LM の場合は17本から21、2本でしょうかね、1キロに。ですので17本ということは1本のグラム数が大きいんですけれども、 LM になってくると中国産の松茸ってのは長さで判断する場合が多いんですね。長さで、LM の場合はこの長さで、これが本数が多くなるということは1本のグラムの分量が小さくなるということ、少なくなるということですので、これがどういうふうになるかというと、だいたい軸がこう細くなりますね。軸が細くなります。一本一本がちょっと細くて、長さは一緒という形になります。ですから一本一本が軽いので、本数が多くなるということですね。これは他の松茸、HL とか M なんかでも言えます。長さはだいたい一緒で、それから細さが違ってきますね。これそれぞれチェックして、そしていつものように乾燥剤、それからアルミホイル、そして最後氷を入れ替えて、こういう形ですね。今日はLM というスペシャルの LM という企画についてのお話をさせていただきました。この LM を他に焼きおで使う方もいらっしゃいますし、それから、土瓶蒸しなんかで使う方もいらっしゃいますけれども、結構形がこう整ってて値段もそこそこしますので、
この LM よりもうちょっと単価を下げたいっていう方は他の松茸 HA なんかを選ぶ場合もありますけれども、どうしてもこう形スライスした時に完璧なこのつぼみを求めたい方はこの LM、 特に寿司ネタなんかではこの LM なんかを使う方が、いらっしゃいます。今日の話は以上でございます。どうもありがとうございました。